怖いなー怖いなー、地球に隕石がニアピンしてたって話怖いですよねー。申し遅れました。私2日連続でお邪魔しております、稲荷の外側万事と申します。本日はね、皆さんが見てるであろうテレビ AK69 風に言うと TV ですわね。ついたままの TV、 そのテレビのとある放送から謎の女の声がしたと話題になってるんですね。本日はそんな話、以上万事。全国の特別さん、こんばんは。深夜の放送部コタックです。もう似てないですよね。さあ本日なんですが、ホラー企画でございます。とても外が暑いのでちょっと涼しくなってもらいます。今日は放送事故系の話です。注意なんですが、個人的にねかなり怖いです。何回聞いてもゾクッとします。まあ、本当に怖いのが苦手だよという方はね控えた方がいいかと思います。それを覚悟の上でご覧なさい。詳細です。今月30日報道番組ニュースエブリーにおいてニュースの映像が流れている際、突然女性の叫び声が聞こえるという怪奇現象が発生しました。あまりにもはっきりと聞こえるとネットで話題になってるということなんですが、その映像を録画している方いらっしゃいましたのでお借りしております。モザイクになりますが、音声をよくお聞きください。どうぞ。いずれも搬送時に意識はあったということです。お分かりいただけただろうか。もう一度。いずれも搬送時に意識はあったということです。めちゃくちゃ怖くないですか。もう一回声の部分だけ聞いてみましょう。意識はあったということです。はーんって、遊びがちよね。ノリは結構いいんですけどね。でこれだけガッツリ入っていたのに、ネットではそんなに話題になってなかったんで、ちょっと調べましたところ、ABS 秋田放送だけがこの音声が入っていたそうなんですね。なんでさらに調べましたところ、ABS の広報担当さんがツイートしておりました。こちら、お問い合わせいただいている昨日の ABS ニュースエブリーのイオンですが、検証の結果、ABS 側の音声喪失ミスが原因でした。お騒がせして大変申し訳ありませんでしたとね。結果音声を間違えて入れてしまっただけというものだったんですが、どこの何の音声これって感じですよね。それを聞いてもこれがお茶の間に流れたと思うとゾクッとしますよね。はーんって一番怖いワードですからね。まあ、霊的なものはなかったそうなんですが、夏にぴったりの放送事故であったということです。はい、とまあ今日は以上なんですが、音声系の放送事故で一番何だったかなと思い出したら、なえやまさん事件、皆さんご存知ですか。知らない方多かったら、なえやま事件についてもやろうかなというふうに思います。何か知ってる方がいればね DM お願いします。最後にもう一回だけ流しますね。よく聞いて寝られてください。おやすみなさい。